偏差値50未満の浪人生の方に向けた、この9割受かる勉強法特別レッスンの、見どころをお話したいと思います。まずね、浪人生ということで、まあ、後がない。浪人生というのは、社会的に一番身分が低い立場です。なぜなら学校にも所属してないし、予備校といっても学校法人であったとしても、あくまでも予備校なので、予備学校ですね。だから学校じゃないんです。しかも、仕事をしていない浪人生が多いと思うので、社会に貢献もしていないと。だから、浪人生は今自分がいる環境に感謝しつつ、そして早く偏差値50の壁を越えて、自分の志望を叶える実力を身につけなければならないと僕は思っています。だからこそ僕も本気で、浪人生のあなたのために、ためになる動画をお届けしたいと思っています。ただですね、この9割受かる勉強法特別レッスンは相当なボリュームがあるので、全部をまんべんなく見るっていうのは非常に効率が良くないです。貴重なあなたの時間を、貴重なあなたの時間を最大限有効にするために、こことここは見といてほしい。ここはまだ見なくていいよ。こういう話をしたいと思います。まず何よりも導入編の動画を見ていただいて、やる気を出してほしいと思います。そして第1章、これを徹底して学んでいただきたいと思います。第1章はやる気についてお話ししています。テーマが1秒でやる気が上がる大学受験の勉強法というふうに書いています。そのノウハウを知ればやる気が上がるっていうようなノウハウをいっぱいお話してますが、これが奥義ナンバー1から奥義ナンバー11まで、そのやる気についてお話しています。これは今あなたが一番学んでほしい内容になります。そしてもう一つ学んでほしい内容が第2章になるんですけども、3ヶ月で偏差値45から70に上げる、まあ、効果的な勉強法という内容で、これは奥義ナンバー12から15まで、このナンバーの動画をぜひじっくり学んでいただきたいと思います。この第2章では、やる気を得た後に見てもらうわけですが、勉強法を徹底して教えています。この勉強法が分かれば、成績は上がるんです。どんなにやる気があっても、勉強法を間違ってたら、成績って上がらないです。で、この第2章で話している内容は、今あなたが、まあ、予備校なり、独学なりで勉強している教材に対しても応用が効く勉強法です。ぶっちゃけて言うと、どんな参考書を使うかよりも、どう勉強するかの方が100倍重要です。どんなに自分に合った参考書でも、勉強法を間違えてしまったら成績は上がらないどころか、もうやる気もなくなっていいことが一個もないです。でも、例えば自分の学力に合ってない参考書でも勉強法が正しければ成績って上がっていくんです。まあ、もちろんスピードはね、その自分の学力に合ってるものと比べたら遅いかもしれませんけども、でも成績は上がる。そのくらい大事なのが勉強法で、これが第2章です。この第1章のやる気と第2章の勉強法、これをあなたは徹底して学んでいただきたいと思います。で、余力があったら第3章の英数現代文、ね、英語と数学と現代文の、まあ、複雑な勉強法について学んでいただきたいと思います。第2章を見ていただいたら大体ね、こういうふうに勉強すればいいかなっていうのはわかるんですが、ただ、英語と数学と現代文は非常に難しい科目なので、その難しい特性を踏まえて、やっぱり効率的に勉強していく方法というのがあるんです。それを学んでいただくことが大事かなと思います。で、この勉強法はですね、例えば30分で英単語を200個覚える勉強法とか、あるいは英文が読めない人が読めるに切り替わるその徹底的なポイントというのがあります。英語がわからないが英語にわかる徹底的なこう変化をもたらすポイントがあるんですね。そのポイントについてもお話ししています。で、数学に関しては3日で偏差値を29から62まで上げた私の3ステップ勉強法という内容をお話しています。で、現代文に関しては2つの方法で現代文を得意にする方法についてお話ししています。で、このように第3章までが一つの肝になりますが、でもやっぱりね、第1章と第2章を先にしっかり見てもらって学ぶことが大事です。で、第3章も学ぶ。ここまで実践していけば、大抵の大学に合格できる基礎学力から、まあ、標準的な学力が身につくことができます。で、ここまで一旦後に余力があったら第5章、第4章、この2つをね、学んでいただきたいと思います。
ちなみに第4章は志望校の、まあ、立て方、志望校の戦略の立て方、第5章は基礎から標準までの、まあ、要は理科とか社会を含めた参考書のリストになっています。まずは主要科目を上げることが大事なので、第1章、第2章、第3章、ここに注力することが今あなたに求められているコンテンツだと私は考えています。まあ、少し、ね、厳しいことを言いましたけれども、今頑張れば必ず自分の希望を叶えることができますから、楽しみながら一緒に学んでいきましょう。では動画の方ぜひご覧ください。